日本航空シェルメイチエボ墜落事故は、1972年11月28日に、ソ連の首都モスクワの空港で、日本航空446便が離陸直後に墜落した航空事故である。日本航空446便は、デンマークのコペンハーゲン国際空港発、モスクワ経由、東京国際空港行きであった。 現地時間1972年11月28日午後7時51分にシェレメーチエーボ国際空港を離陸した直後、100メートル程度上昇した時点で失速し、滑走道端から150メートル地点の雪原に墜落し、機体は衝撃で破壊され火に包まれた。操縦乗務員6名、客室乗務員7名、日本航空職員1名、 乗客62名の搭乗者計76名中62名が死亡した。生存者は主に機体前方のファーストクラスと最前方ドアのジャンプシートに着席していた客室乗務員計3名とエコノミークラス最後部ドアのジャンプシートに着席していた客室乗務員2名、乗客9名の計14名でいずれも重傷を負った。 事故機である JA8040 機は1969年7月に引き渡され、同社の DC-8 フリートでは最後の急塗装での就航であった。製造から3年半弱での事故抹消は、同社 DC-8 フリートの中で最も短命だった。同機には、飛騨の愛称が付されていた。同機は年月には、ヨドハイジャック事件のが、 拉致先の大韓民国から日本に帰国する際に使用されたり、本件墜落事故のわずか22日前の11月6日には、日本航空351便ハイジャック事件の犯人がキューバへの亡命を要求したため、大待機として準備されたりと、スータの大事件に関わり、最後は墜落で結末を迎える数奇な運命をたどった。 ソビエト民間航空省内に設置された事故調査委員会はフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの分析結果を ICAO 様式に則っ,って2ヶ月後に公表した。生存者のうち1名が左エンジン付近での火災を目撃しており、また離陸してから数回原則があったと数名が証言している。さらに、 滑走中に異常振動でハットラックから手荷物が落下したと証言する生存者もおり、またエンジン火災は地上からも目撃されている。ソ連事故調査委員会は事故の原因を次のように発表した。同期が離陸の際、離陸安全速度に到達以降、乗員が航空機を臨海向かい角以上に至らしめ、それにより速度よび高度を喪失したものである。航空機が 臨海無改革以上になったのは、次の状態のいずれかの結果としてである。これらをもとに、離陸前の誘導路走行中に副装重視がうまく入らないと言いながらいらっていたグラウンドスポイラーレバーを戻し忘れ、着陸後に地上でのみ使用すべきグラウンドスポイラーが展開した状態で強引に離陸しようとしたため、 カフカにより滑走中の加速不良と異常振動を将来し、加えて離陸後の不適切な機種上げ操作によって向かい角が過剰になり着氷して出力が低下していたエンジンへの空気流量がさらに減じたか、翼前縁に固着していた境界が吸い込まれるかしてコンプレッサーストールを起こしたエンジンが異常燃焼からバックファイアを吹いて水力が著しく失われ、 主翼の失速に至ったとするシーケンスが有力視されたが断定には至っていない。膠着装置を上下するギアレバーとグラウンドスポイラーレバーを取り違えたという仮説が民間から立ち上がったが DC-8 では人間工学上の配慮から両者が全く離れた場所に置かれており、この説は現実的ではないと否定された。ただし操縦士が 自らの意思で規定外の操作を行った場合は、この限りではない。通常の注意を払っていれば防げた人為的ミスが、服装して事故に至ったと、ほぼ断定されたことと、機長の、はいよ、やっこらさという緊張感を書いた、ボイスレコーダーの録音が公開され、報道されたことから、緩み切った親方日の丸体質等と師弾する、マスコミの論調が高まり、国会でも問題化した。 日本航空は同年中に、羽田空港暴走事故、ニューデリー墜落事故、金浦空港暴走事故、ボンベイ空港5人着陸事故と、いずれもヒューマンエラーが原因の重大有責人身事故を連続して弱気しており、世論の厳しい非難にさらされた。また、同社は、先の連続事故で DC-8 型機を3機、失ったことにより、機材のやりくりがつかなくなり、 1967年3月から運行していた世界一周路線を12月6日で休止することとなった。DC-8 では、スポイラーは着陸後の減速目的で地上でのみ、用いられ着陸侵入時等の空中での減速は左右内、側エンジンを逆噴射して行うという類例の少ない仕様となっているが、このグラウンドスポイラーを空中で誤って展開した。 ことに起因する墜落事故が発生していた。そのため、グラウンドスポイラーを飛行中に展開できないようにする安全回収が施された。犠牲者遺族の事故の教訓を忘れず安全運行を心がけてほしい、との要望から、日本航空全職員が緑十字を肩取った安全バッジを制服に着用することが義務付けられていた。2002年の日本エアシステムとの経営統合に、 伴い、制服改変が行われた際に身分証明書に描かれる形に改変され、現在も継続している。なお現在も日本航空モスクワ支店の職員は、毎年事故日に、慰霊碑に出向き犠牲者を弔っている。ありがとうございます。